スターです。ボートレース平和島開設65周年記念 G1 東京ミンカップ10月の6日から11日までいよいよ開幕です。イベントも盛りだくさんです。ご覧ください。初日、2日目、3日目、さらには一節間、なんと昴生さんのスタジオの放送ニコ生があります。ゲストをお迎えして頑張ります。そしてそしてまだまだある予想会、 SK48 ライブトークステージ、そして最終日、優勝するのは誰だ。ボートレース平和島開設65周年記念 G1 東京ベイカップ、初日花束贈呈、ピースターが花束贈呈行いません。